皆さん、おはようございます。立山に新しい風を起こしてまいりたい。皆さんと一緒に次の時代を作ってまいりましょう。日曜街頭演説、今日で25回目になります。立山市議会議員の室伏あすみでございます。昨日と今日は立山町中を挙げて八幡町お祭りが行われております。私もこの演説の後、東殿参拝に参ります。本当に素晴らしいお祭りですけれども、私は立山に来るまでこのお祭りのことも一切知りませんでした。多分東京でもそれほど知られていないことかと思います。昨日のニュースでは大阪のだんじり祭り、岸和田ですね、昨日今日同じ日に行うということで放映されておりましたけれども、立山のこの素晴らしいお祭りも地元だけではなくて、もっと日本中に知らしめていければいいと思っております。いろいろなことが立山で行われておりますが、これがなかなか知名度が上がらない理由として、私は、点の動きが多くて線につながっていかない、面的な動きに広がっていきにくい、そういうこと、人と物をもっともっとつなげていきたい、商社に働いていた私はそのように考えています。そしてストーリーを持たせるということが大事かなと思います。その意味で今日はお祭りに絡めてふるさと納税のことをもう一度お話ししたいと思います。以前もふるさと納税について取り上げたことがあります。つい最近テレビで立山のふるさと納税が取り上げられ、某日新聞でも皆さんご覧になったことと思います。立山の市議になってふるさと納税の仕組みを知りまして、これは本当に有効に活用すべき素晴らしい地方創生のためのツールだというふうに気がつきました。頑張っている、知恵を出している地方の自治体に全国からお金が回る仕組みです。そしてふるさと納税ということで、国が頑張っている地域を宣伝してくれるようなものですので、地元の生産者にとっても素晴らしいことですし、これをふるさと納税をする消費者にもお得な仕組みです。これを活用すべきと繰り返し訴えてまいりました。取り上げられたことで
実は急速にこの 2,3 日でふるさと納税が殺到しているそうです。これが館山で作ったものではないのに返礼品としてふさわしいのかという議論もありましたけれども、これは知恵を使って館山にゆかりのある方がプロデュースしたワインだということで概ね認められております。ベリアの力はとても強いので、よしきさんやさかなクン、こういった有名人を使ってふるさと納税をに注目してもらう、これも一つの方法ではあります。ですがこれが一過性のものに終わらないように、私としてはもっと返礼品は館山で使ってもらえるもの、こちらを重点的に取り上げるべきだと考えています。今宿泊券でもふるさと納税の返礼品に取り上げられたり、あるいは体験のチケット、農業体験、釣り体験、そういったものもお礼に上がっております。こういうものであれば館山に来ていただく、そして館山に実際に来て良さを実感してもらって、また次のリピーターになる、こういうリピートしてくれる館山ファンをどうやって増やしていくか、それの切り札としてふるさと納税を使ってほしいのです。ですから一時的な歳入増ということではなくて、館山のものを返礼品を手にした人が次にどうやってリピートしてくださるか、それが今次の課題になっていると思います。お祭りもその一つとして私は取り上げられないかというふうにも考えております。各地でたくさんのお祭りが行われておりますが、稼ぎ手、担ぎ手不足、あるいは子どもが少なくなって子どもみこしが出せない、そういった声も聞かれます。これにふるさと納税を絡めて館山の人でなくても参加できる方法を考えられないでしょうか。もともとは地元のお祭りですけれども、そういうことをきっかけに地元のお祭りの意味を知っていただいて、それで何度も繰り返し訪問してもらう、そういうきっかけとしてお祭りもふるさと納税も両方組み合わせて使っていければいいなと思っております。まあ、それにも関係者が皆さん団結してその仕組みを考えていく、一つの地域だけではなくて関わる全ての地域で手を合わせて知恵を絞って、そういうことで地方創生を成し遂げたい、館山市すごいな、盛り上がってるなという仕組みを皆さんと一緒に作っていきたいと思います。素晴らしい八幡町、私もこれから出かけてまいります。皆さんもこの後雨も止んできたようですので、ぜひお出かけください。日曜街頭演説、これからもまた来週もよろしくお願いいたします。お買い物中の皆様ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。また来週もお会いいたしましょう。